ね、マリチューさんにおそらく委ねられてます、ね、困った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 どっちもやってればよかったこの安心した顔ね素敵なマージャン遊戯王が始まるよ始まるよマージャン遊戯王皆さんこんにちはマージャン遊戯王のお時間ですマージャン大好きマリチューこと長澤まりなですそしてこんにちは一品くんですそして日本プロ麻雀連盟コナミファイトクラブ藤崎聡ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日も藤崎プロに来ていただいております。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ藤崎プロにちょっとお聞きしたいんですけども、はい、藤崎プロはキャッチフレーズが麻雀忍者というキャッチフレーズじゃないですか。はい、そうですそうですよ。麻雀忍者というえこの距離で聞こえてないどうしよう。はい、あそうでしたか。はい。あのご存知ない、ご存知麻雀忍者というキャッチフレーズを言われてるんです、ね、はい、言われてると思うんですけれども、はい、このキャッチフレーズは本人的にはどう、はい、気に入られてるんですか。そうですね、あのとにかくねこれだけ浸透してね、はい、みんなに忍者忍者と呼ばれるとねちょっと嬉しいですよ、ね、やっぱり嬉しいって思う、正直ね。はい、でもその打ち筋もあの、まあ、忍者まさに忍者らしいっていうお話もよく聞きますし、はいはい、気づいたらさっと上がられてしまうとか、はい、そういうことはもう打ち筋もって言われると困りますけどね打ち筋がですからね普段から忍者じゃないですか、はいはい、もっとがって難しいですね、はいはい、難しいですね。あの、はい、麻雀以外のところはね、はい、忍んだことがないので。あ、なるほど、はい、普段は結構表舞台、まあ、もう俺が俺がってどけどけ麻雀始まったら忍者だぞ、はい、なるほどそういうことだったんですね。でマリチューさんもそうです。今忍者の舞台は、ね、はい、そうなんですよ。稽古中なんですけど、ニンニンってやってます、はい。この動画が公開される頃にはもう舞台はもう始まっちゃってるかもしれないですね。きっとあれ僕呼ばれてないですよ。え、本当ですか。はい、え、じゃ あ, あの悪役の忍者太郎っていう役で来てもらえたら、それであの呼ばれてないですね。もうちょっとね事務所的に悪役はない。悪 NG なんですね。はい、全の忍者しかできない。はいダメなんだ、ちょっとね無理ですね。そうなんだ、わかりました。ぎゅーんやっかりしちゃいましたが、でもご安心ください。今日はですねそんな麻雀忍者と呼ばれる藤崎プロに向けた企画をご用意いたしました。はい、ということで今日のタイトルはこちら、藤崎プロに挑戦、忍者はどっち。イエーイ。さあどっちクイズシリーズ、今回は忍者はどっちということでさせていただきます。はい、改めてご説明いたしますと、藤崎プロはですねやはりその守備の高さと気づいたら上がられてしまうそのジャンフ、こちらまさしくキャッチフレーズのごとく麻雀忍者だと、はい、ということはですよ、普段も麻雀忍者って言われてるわけですから、誰よりも忍者に対しては敏感なはずなんですよ。やっぱ街中で忍者っていう言葉がずっと入ってきたさってなりますし、はい、その忍者っていう文字が入ってきたすっていきますし、もう誰よりも忍者という言葉に対してはもう誰もセンシティブだと。そんな、藤崎プロであれば今からですね2つ、いろんな画像であるとか文面であるとか出しますので、 A と B どちらかが忍者の問題を出すんですけども、そのどっちが忍者かともすぐ分かるんじゃないかというのをちょっと今回は試してみたいなと思っております。はい、任せてください。強気、任せ、ありがとうございます。はい、もう今回はですね、種々さまざまな忍者の問題をご用意いたしましたので、ぜひ藤崎プロに正解して忍者王の称号を得ていただきたいと思います。その称号はいりませんけど、いやもう、まあ、頑張ります。はい、暁には授けちゃいますから、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、一つずつ、まあ、マリチューさんもサポートしていきながらよろしくお願いいたします。頑張ります。では早速ですね、もう難易度の低い簡単な問題からいきましょう。まず第1問目はこちらです。さあ A、B ね、イラストがございます。はい、さあ問題です。忍者はどっち？ A。 本当に大丈夫ですか？ A で大丈夫ですか？ファイナルアンサー？あの君たち僕をバカだと。やばい、麻雀忍者おかぶりだぜ。はい、なるほど、わかりました。まあバカキャラではないんで。わ、はい、かりました。ということは A ということですね。では正解発表しましょう。正解は A です。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。はい、A は忍者、 B は侍でございますね。まあこれはもう当たり前です。もうこれぐらいもう藤崎プロにとっては朝飯前ですよ。かかってきなさい。はい、ちょっとずつで、ね、難しくなっていきますからね。はい、さあでは次行きましょう。続いての問題はこちらです。さあ出ました、 A、B、 共にプロ雀士の方でございます。はい、まず問題、忍びが名前に入ってるのはどっち。 A。 A で大丈夫、ファイナルアンサー大丈夫ですか。あの突っ込みづらいんで早く言います。偉い方ですよね。さあでは発表いたしましょう。発表します。正解は A です。おめでとうございます。
素晴らしい。ちょっとリアクション難しいすいません、忍びのつくですね、はい、プロ雀士の方を徹底的に探させていただきましたら、はい、真っ先に出てきました押田幸男プロでございます。押田、はい、プロは、押田、ね、忍びが入っております。ちなみに B の方はですね、竹則テレミプロですね、はい、竹則麻雀和尚、はい、はい、忍者か和尚かということで、こちらも見事、和尚さんね、そうなんです、和尚さんということで正解です、おめでとうございます。さあでは続いてみましょう、どんどんいきますよ。続いての問題はこちらです。さあ A が潜水艦、 B がタコですね。さあ問題です。何？海の忍者と別称で言われているのはどっち？ B。 B、お、なるほど。これは理由は何かありますか？これはあれですよね、あの保護色みたいな感じで色変わるからじゃないですか。はい、はい、なるほどなるほど、保護色が変わるから B が海の忍者ということですね。わかりました。じゃあ正解発表いたしましょう。正解は A です。なんと A だったんですね。 B はあの海の悪魔とか言われることがありますよね。そうなんだ。海の悪魔って言われることありますけども、実は潜水艦なんです。潜水艦は要は潜水したり潜ったり静かに進行したり、海の忍者っていう別称が実はあるんですね。東京ではそうなんですね。あっと、来た来た。船内では B なんですよ、ね、なるほど。これは E ピン君の情報不足でした。なるほど、すいません。しっかりお願いしますよ。すいません、本当に調べなきゃダメだったな。はい、さすが忍者、うまく回避してきますね。え、藤崎さんの言ってることが本当ですか？いや、嘘です。藤崎プロは今に、騙されたわ、はい、今忍者だけに煙に巻いたって忍法、忍忍忍忍してる。藤崎忍術煙に巻くという。怖い怖い、はい、さあでも大丈夫です、また正解してますから。はい、こう失敗すると腹立ってますね。そうなんですよ。はい、さあということで、どん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 、こんな感じで藤崎プロもわからないジャンルのものを出していきますから気をつけてください、はい、さあでは続いていきましょう。続いてはこちら、どうぞ。さあ A ドラゴンクエスト、 B ファイナルファンタジー。問題です。職業に忍者が出てくるシリーズはどっち？え、待って、私ドラクエユーザーだよ。さあドラクエユーザーであるマネチューさん、アシストしてください。藤崎プロはね、あのゲームをやられてるかどうかっていうのはちょっと僕は分からなかったので、僕はマネチューさんのアシストが必要かと。忍者っていうか、忍者 の、 あの、はい、英語表記みたいな感じですかね。忍者の英語表記のも、まあ、オンラインゲームの方だったらきっとあるでしょうね。職業、つまりプレイヤー自身が忍者になれる方があります。ちなみに藤崎プロもう完全なダンバリ、一言も喋ってくれないじゃないですか。もうあるマリチョが答えてくれる。え、それ私間違えたくないよ。でも敏感、忍者に敏感な藤崎プロの勘だとどっちだと思いますか？僕はね、あの桃鉄とかしかしたことがないんで、どちらもしたことがないんですけど。まあ勘で大丈夫。イメージ B かな。B、なるほど。B のイメージ。いや、イメージです。僕知らないですからね。あ、そっか、はい。でもイメージだと B のファイナルファンタジーの方に忍者がいるんじゃないかと思いますね。はい、だからマリチョさんにおそらく委ねられてます。困った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 。どっちもやってればよかったー。さあ、安心した顔ね。ね、責任感ないからって、はい、さあ、助っ人くのいちは正解できるのか、はい、じゃあ、ファイナルファンタジーかもしれないです。最後に僕は知りません。でも最後にこの正解を発表していただくのは藤崎プロです。はい、あ、そうなんですか、はい、はい、じゃあ B でいいですか、はい、B、 B、 わかりました。では正解発表しましょう。正解は B です。おー、しかーやっぱ勘がいいから。そうですね、すごい、はい、ついさっき外してますけど。しょうがない、あれはしょうがなかったんですが、そうなんです。ドラゴンクエストではですね、職業に、全シリーズ通しても忍者はございませんですよね。はい、逆にファイナルファンタジーはですね、シリーズごとに忍者という職業が存在しております。そうですよね。おっと、勝てば官軍となったことも。さあ、いやでもこれは勘鋭いというのが実証されたわけですから、うん、素晴らしいということで、はい、さあその顔を次に生かしていただきましょう。続いての問題こちらです。どう、 A キャリーパミパミュ、 B アイミョン。さあ両方ともアーティストの方ですが、問題です。曲のタイトルに忍者が入っている曲をリリースしたことがあるのはどっち？なんか知ってるみたいな感じになってます。これ聞いちゃダメなの？あ、全然全然いいですよ。これもマルチュさんずっとアシストですから。 A です、 A です、これは、はい、A。え、でも藤崎さん、まあ、僕も知ってましたよ。だ、先に情報を与えたらダメなんです。さあ、じゃあこれはもうマリチョさんのアドバイスを受けて A ということですね。はい、絶対聞いたことある曲です。はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ正解発表いたしましょう。正解は A です。イエーイ、素晴らしい。そうですね、簡単マリチョいたら本当に、ね、そうです、忍者リバンバンというですね、はい、あ、そうですね、はい、キャリーバンバンさんは出しております。これはもうマリチョさんがアシストできるだろうと踏んでるの。あ、なるほど、あ、なるほど、素晴らしい、はい、
素晴らしい、問題が素晴らしい。さあ続いてはアシストできるのかいきましょう。あと2問ありますから、続いて問題こちらです。どん A、 お山の上に日が昇る、渦巻き渦巻きくるくる、丸書いて丸書いて丸書いて、ちょちょんがちょん、三角定規がくっついて出っ張り覆面ちょいとする。 B、 お芋が1つありました、お豆を2つ乗せました、おにぎり2つ乗せましょう、海苔をペタペタくっつけてお山を登ろう、エッサッサ、トンボがスーッと飛んできてお口に止まった。問題、忍者になる絵描き歌はどっち？マリチュア。これは実際にちょっと書いてみましょうか、はい、これあのヒントは忍者ハットリくんになります。2人でちょっと相談しながら書いてみてください。そうですね、じゃあ私この、はい、これついかあーですね、はい、はい、藤崎このよかったら、ね、A と B ちょっと想像して書いてみて、はい、正解をね、はい、藤崎のどうですか？いや、わかんないですね。上手、え、待って待って、上手です。ちょっと見せていただいていいですか？え、まあ、すっごい上手、はい、あ、まあ、なんかイメージこうじゃないですか？すごいすごいすごい、こうカメラにもうちょっと向けていただけると嬉しい。なんかイメージ、あー、すごい、限りなく近い、限りなく、なんかそんな感じ。これはどっちを書いたらそうなったんですか？ A ですね、 A で、なるほどなるほど、 A っぽくないですか、ね、なるほど、はい、じゃあ行きますか。はい、わかりました。 A ということで正解発表いたしましょう。はい、正解は A です。素晴らしい、いけるもんなんですね。そうですね、素晴らしい。そうですね、あの実際は皆さんあの、まあ、ちょっとね、いろんなあの公式サイトとかあったりするのでちょっと確認していただければと思うんですけども、 A の絵描き歌は最終的に忍者ハットリくんになります。すごい、はい、しかも上手ですよ。上手です。まあ、そうすかあーやばい、今のところ今のところ完全無欠だどうしたらいいんだ。でも潜水艦間違えたしな一問間違えない、はい、一問間違えない、ね、ちなみに B はですね、アライグマラスカルになります。あ、そうなんだ。皆さんよかったら確認してみてください。はい、さあということで今のところですよ、最後の1問を残して5問正解、すごいですから、素晴らしいですね。これはもう最後の1問も正解して忍者王になっていただきましょう。これ何問とか言わない方がいいんじゃないですか？あの間違ったとこカットするわちょっと待ってくださいよ、カットで完全な悪役じゃないですか悪役で舞台出てください、ずる賢さがすごい、はい、さあじゃあそんな三崎プロに最後の問題です。最後の問題はこちら、さあ行きましょう。 A、 色違いの折り紙を2枚使います。それぞれ三つ折りにします。両端を三角に折ります。もう一色も同じに折ります。2つを図のように重ねて上の三角を内側に折ります。隣も同じように折ります。下も同じように折ります。左も同じように折り、角を袋の中に入れます。 B、 色違いの折り紙を2枚使います。縦横に折り筋をつけてから上下を折ります。半分に折ります。もう一色も一に同じように折ります、端を三角になります。真ん中の折り筋に合わせて三角を折ります。1つの折り紙だけ裏返します。2枚重ねて上の三角の先を隙間に差し込みます。裏返したらもう一色も同じように三角の先を隙間に折ります。問題、手裏剣になる折り紙の折り方はどっち？こっちいいですか？はい、図のようにって書いてますけど、はい、図は見せません、はい、完全にこの折り方、折り方を見せました。ただね、折り紙というとやっぱ女の子なんで、うちのマリチューなんだ。なべったりじゃん、ね、ちょっと待ってください、間違えたくないですよ、はい、私。ちなみに片方は手裏剣で、もう片方はラスカルですか？ラスカル、すげえ技術じゃないですかこの手順でラスカルになったら相当ですよ。すげえってなります。ラスカルじゃないですよ、俗に言うメンコとか座布団とか、2つを重ねた四角い形の折り紙になります。もう1個は手裏剣になります。でどっちだと思いますか？僕 A だと思う。あ、 A なんだ、じゃあ A にしましょうよ。あ、じゃあ A で、わかりました、はい、全く役に立たなかった申し訳ないわかりました、はい、正解発表いたしましょう、はい、正解は B でした。残念残念でございます。いや、今日は4問中4問正解でした、まあ、カットしないで民法編集の術すげえ。いや、これはでも、まあ、間違い、まあ、最後の問題でしたから間違えてしまいましたけども、はい、でも結果的に言えば7問中5問正解ですから、お前も立派な忍者王ということで、おめでとうございます。イエーイ、忍者王。やっぱり周り中心でればよかったやっぱ助け合うのも大事、困った時は助け合うのも大事、はい、そうですね、ちょっと、はい、ちょっとね、調子乗りすぎた反省してる、ありがとう、いろいろ考えてくれたり、はいはい、こんなね、くだらない無茶ぶりにもね、付き合ってくれるのが藤崎プロですよ、はい、ということで、はい、皆さん藤崎プロは立派な麻雀忍者のということをしていただければと思います、はい、ということで藤崎プロありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ、面白かったという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日はここまで、また